こんにちは、まぼです。はい、今回は300円ショップの三日月ももこで購入してきた商品を少し紹介していきたいと思います。はい、それでは紹介していきます。じゃーん。こちらに、はい、三日月ももこと書いてあります。ちょっと知ってる方と知らない方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、最近割と雑誌とか SNS でも見るようになったんですが、今回紹介していくのですが、三日月ももこさんも、ちょっとセレクトだったり、そういう商品もあるようで、まあ一点物っていうわけではないんですけど、そういう感じなので、ちょっと商品名を記載していくっていうよりも、お見せして紹介していくという感じでやっていきます。ではこちらです。じゃーん。はい、これ、ボックスポーチです。うん。こんな感じの普通の黒い、シンプルなボックスポーチですね。ファスナーも結構しっかりしたような、感じのゴールドのものでシンプルで使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、これ中を開けていこうと思います。中もこう至って普通なちょっとビニール素材の裏地っていう感じで、このポケットが少し1個この蓋の部分についてるって感じですね。買おうかと思った理由は、まあ、メイクレビューとかもするようになってメイク用品が少し増えてきてしまったので、まあ、自宅用といいますか、ちょっとはい、いろいろ整理するときに使おうかなと思って購入しました。で、まあ、ノーブランドではあるんですけれども、まあ、自宅に置いておいてもいいですし、まあ、メイク用品を結構たくさん使う人って、こう、ポーチとか汚れちゃうと思うんですけど、そういう方にも、はい、使いやすいんじゃないかなと思います。次はこちらに入っているアクセサリー類を紹介していきます。一つ目のピアスはこちらです。じゃーん。普通ちょっとパールっぽいのがついているのと、あとはこういうリングっぽい感じですね。ゴールドのリングみたいな感じのピアスです。ちょっと裏はちゃんとキャッチっていうんですかね。こういう感じでついていますね。貼れるように。ゴールドの方はこうやってパチって止められるような感じになっているので、簡単につけられて良さそうですね。次もピアスになります。こちらです。じゃん。今パッケージに入っちゃってるんですけど、こういうお花柄の、まあ、シンプルなものですね。袋から出していきます。ピンクベージュのような柄のこういうシンプルなお花のピアスを買いました。こちらのピアスもキャッチがこういう風にパチって止められるような感じになってますね。先ほどと同じようなタイプです。こんな感じにちょっとピアスをつけてみました。うん、可愛らしいですね。お出かけとか、まあ、お仕事でも大丈夫かなって感じがします。では、続いては、髪留めを紹介していきたいと思います。それはこちらです。じゃーん。こんな感じの、ちょっとラメっぽい、キラキラした光沢のある髪留めですね。はい。こういう感じで、ワニ口クリップの形をしています。うん。こういう感じでね、バシッと留められるような感じです。落ちてこなさそうで、いい感じですね。はい。続いてはこちらです。じゃーん。このままですね。鏡です。はい。これ300円なんですけど、お見せしたいと思います。はい。ちょっとこういう感じでね、付属のものが入っていて、自分で組み立てるような感じです。ちょっと組み立てます。はい。ここが付属になってて、ただ、こう、つけただけですね。鏡が大きくて、しかも両面鏡なんですけど、これ300円って、いいですよね。こちらのお色は白っぽい感じ、白ベージュみたいな感じのお色なんですけど、ピンク色も色違いとして売っていたので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、次からちょっとはなく雑貨みたいな形になるんですけれども、こちらです。じゃん。はい、これは何かというと、こういう、じゃーん。はい、これは実はスタンプですね。はい、ローマ字のスタンプが入っています。ちょっと今、M を出してみたんですが、こういう感じでゴム印になってますね。はい、これがアルファベット順に入っています。インク?こういう付属のインクもついていますので、なんか自分で作ったりとかするときに便利ですね。私は動画ではあまりこう DIY だったりとか、クラフト作りみたいな動画をまだ開けたことないんですけど、結構お手紙とか、そういう細々したものになんかこう、付箋貼ったりこういうので、ちょっとペイントみたいな感じでやるのが好きなんですけど、まあ、こういうのをね、300円ショップで購入したりとか、あと100円ショップにもあるんですけれども、はい。なんかちょっとワクワクしますね。お子様とかいらっしゃったらね、こう、親子で一緒にこうペタペタしたりとかしても楽しいんじゃないかなって思います。
今回はローマ字の方を購入したんですけれども、数字と記号などもあったので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、次で最後になります。最後はこちらです。じゃん、というと手巻き寿司のセットですね。しかもここにくら寿司って書いてあるんですけど、これちょっと気になったので購入してみました。ちょっと開けてみます。巻きすきって言って、お寿司、巻き寿司を作る時のものなんですけど、それのミニサイズですね。小さめのサイズのものが入ってました。あとはこちらの可愛いおしゃもじがついてましたね。こういうタッチしゃもじみたいで、はい、すごく便利で嬉しいですね。お弁当とかにも使えるかなと思って、このミニサイズっていうのを買ってみました。なかなか巻き寿司って自分で作るの難しいんですけど、可愛くてね、お得なグッズがあったらちょっと頑張って作ろうかなって思うので、今後動画にできたらやっていきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。300円ショップって今いろいろあると思うのですが、三日月桃子さんのいいところは、なんかいろいろ使い回しができたりとか、ちょっとかゆいところに手が届くみたいな部分のものが多くて、あ、こういうちょっとしたものに使いたいとかですね、ピアスだったり、あとネックレス、指輪とかので、はい、結構バリエーション豊富で300円で購入ができる嬉しいお店だなって思います。2つで300円だったり、3つで300円とか組み合わせて買う商品もあったりとかで、あと若い学生さんだったりとかもすごく買いやすくて楽しいお店なんじゃないかなと思います。今回は簡単なレビューになってしまったんですけれども、よかったらぜひ三日月桃子さんでチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。